それでは続きでございます。前回ですね、観音寺を落としまして、なんと六角滅亡と相なりました。ここはですね、もう織田と事を構えるしかないでしょう。もうそれしか道がない。まあ、斎藤がカウントダウンしてますけど、もう斎藤織田連合、これに勝たなければいけない。この安斎朝倉久保連合です。見事な構図になりましたね。絶対にお市の腰入れ受けませんよ。私たちはお市なんかいりませんよ。ちょっと欲しいけど。さあ、ベタなそんな茶番はいいとして、早速ですね、日の字を削れてるんで、織田が取ったばっかり、これは取らない手はない。耐久もそもそも上限が2500、これは取れるでしょう。うん、ただちょっとね、工場だからいいやって、舞台分けないで出てきちゃってんで、これはちょっと良くないなっていうところで、また、兵糧足りなくなりますんで、一回、閉まって、日の城、今日は、取れるのか取れないのか、考えただけで、ワクワクしますね。今日も楽しくゲームをやって、参りましょう。まず、観音寺の地業ですけども、ここは、どうしよっかなぁ。アザイスケチカとかやってもいいんですけど、六角貞より行きましょう。うん。ただね、あれが良くないんですよ。先方が。うちはね、混乱じゃないと上司は認められないんだけど、うん、まあ、これはね、しょうがないかな。所領安堵じゃ。うん。僕は所領安堵が一番好きなんだ。よくわからないけども。そして六角吉方後藤、ここら辺のですね、六角家の重鎮を放り込んでやりましょう。一方、新しいですね、混乱持ち入りました。井戸さんですね。井戸さんはあれかな、あれの時いたけど、筒井の時、筒井配下でいたけど、感謝いたす。こっちは六角になってましたね。井戸さんで舞台を率いて混乱舞台出せると楽しいですね。おっと、斎藤が北上してますね。朝倉が危ない、危ないよ。大丈夫、まだ宗敵生きてる。もうそれだけがちょっと気がかりなんですよね。宗敵死んだら、あ、いるわいるわ、まだ宗敵、安心安心の宗敵、朝倉山、もうそれだけは気がかりですよ。さてさて、どのタイミングで出ようかな。うん、もう出ちゃっていいっすね。それで工場作戦は2つですね。2つというか、2手に分かれていきたいと思います。よかろうて。さあ、いやもう来てるやん。勘が良すぎるこれ。まあ、1条だけだけど、今のところ。いや、全部出てきた。勘が良すぎるやろ。これは、どう見てもおかしいやろ、その勘の良さは。いや、これもう、二手に分かれなくていいな、これ。これもう全力当てよう、これ。多分、じゃないと。あれだな、二手に分けても、敵が倒せるかどうか、まあ、強撃かかるかどうかっていう話になってくるけど、あんまり集まってくると、総数で来られるとね、負けるし、織田はやっぱり六角の兵とは違うと思うんですよ。兵が強いと思うんですよ。武将が強いから。いや、参りましたね。いけるのか、これは。兵どもよ、陣を構えよ。合戦か。どうでしょうか。6-2だ。それでは対織田家。まずは6-2から。この繰り返しの方が多分、これ工場戦なんかは特にね、工場戦はまあ吹き飛ばしてもね、弱だったら意味ないですからね。まずは先方ためから入って、どうだろう、鉄砲レベル5、森吉成も鉄砲レベル5、まあまだ5ならいいですね。これ10とかになるとシャレになんないですもんね。狙い撃ってくれるわ。
うわ、痛い。400。鉄砲の方がね、この先方より先に撃てるってのがまたね、レンジがね、遠いんですよ。ほら、ここでやっと先方だ。ふざけてるよ。今ここで使う。打ち破ったり。さあ、壊滅させて、これで終了ですね。織田との初戦勝ちましたけど、被害やいかに結構食らいました。ほら1300。これ鉄砲が痛いで、混乱溜めて引いたりなんか入ったりすると、そのために戦車食らうんですよね。これはちょっと浅井最強説が簡単に崩れた。これはやっぱり鉄砲とか騎馬突撃は強いですね。はい、第2戦、これは簡単だな。これはもう完全カットですね。おーっと、ゼロだ。今度はゼロやった。これだけ少ないとゼロもできるのか。今の戦車が届かなかった、届かなかったというか発生しない時もそうですね、あるから。そっか、その時だけゼロができるのか。まあでもこんな900相手にゼロやってもな。そして日野が126しかいないんで、これもうどうかな。結局これは全部やんなきゃいけないんですよね、取っても取らなくても。どうでしょうか。今更ですけど、今更ですけどね、朝倉くんの援軍使えるんすよ。いやいや、これあんまりやると良くないよ。これガリガリになっちゃうよ。2万、朝倉くん2万。朝倉くんの2万はでかいよ。いやだってこれきついもん、これどう考えても。これ総勢2万ぐらいいます。2万はないか。いやこれきついきつい。信長は強いんだから。信長じゃねえ、織田家は。さあとりあえず城攻め進めましょう。これ速攻合戦になるからな。これで2。もうちま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 これをやっていく。今度は1400ですよ。これはね、2部隊にしてはやられましたよ。なんでだろうこれ。まあ正射が結構当たりましたね。これは厳しい。で日野の残り616か。いやーどうかなこれ。信秀が早いかどうか。まあ力押しでとりあえず行きますか。うん。さあどうなるか。裁量権以上。いや、取った。うわうわ、タラオが湧いた。タラオが湧く。しかし昨日はどうだ。373。これギリギリ落ちないやろ。211。ほらこれどうなの。今が動く時ぞ。河川63だってよ。63、タラオ、柴田、信秀って。信秀触ったら終わりよ我々。これむしろ牙の方が出てくれないから。これそんなことないのかな。一応我々もね、鉄砲は持ってるけど、やっぱ3ぐらいしかないんですよね。7はきついな。まあでもここで飛ばさないとどんどん来るし、あれだな、1回引いても無理だな。斎藤まで援軍来てる。これは無理でござる。ここ勝たないと。これが日野城取れるかどうか、分け目の戦い。さあ織田信秀と戦うってのは僕ね、ないかもしんない。信長の野望シリーズで今までない可能性ある。やばい、六角が167しかない。何気に六角が一番ステータス良かったです。はい、このマップがねまたね良くないんですよ。これ要所3つしかない。これもうとにかく街しかないですね。
よし、タラはやっぱり弱いな。タラを撤退。あとは柴田か。でも柴田先方たまんないと触りたくないぞ、こんなの。うわ、早っ。我こそはと思う者は続け、歩みを進めよ。うわー、激戦でしたね、これは。まあ兵数的にはあんまり変わんなかったですけど、うわー、5000。もうね、柴田の戦法がね、先打ちされちゃうんですよね。なんだろうな、まあこんなに戦法打つの早くなかったんだけど、いやーきつかった。うん、まあ信秀自体はそんなに強くなかったですね。それで取れるでしょ、これも。さすがに取れるでしょ。さあ、それではどうしようか。強行じゃなくても落ちそうな気がしますけども、いざ勇敢。もう包囲でいいでしょう。残り221。まあ間に合わないでしょう。さあどうですか。ああ大丈夫ですね。さてさて、そのまま来るかな。そのまま来そうな気配でいっぱいですね。どうだろう、防衛来る、防衛来るよ。4000か。これさ、援軍頼んだな、ほんとバカだった。本当にバカでした。幕府一応防衛来るけど、幕府3700、少ねえな。また朝倉使っちゃうか。どうしてみるがよい。やべえな、これやばいな。朝倉のなんか、朝倉 ATM、 これ味覚えちゃった。 ATM の味覚えちゃった、ごめん。これやばいな、このままじゃやられてしまうよ。これどうすかね、皆さん。これどう言ったらいいんでしょうかね。やっぱこっちのこの亀山、あの津、伊賀上のここら辺をいただいていくか。ただ織田軍は強いですね。すごい、日の字を削れてたとはいえ、結構大変でした。うん、これきついな。織田と戦うのきついぞ、これ、やっぱり。斎藤か。援軍もね、出しやすいし、もう援軍任せになってるぞ。いや、もうね、これ、長級は、援軍ないと、もう物理的に足りないっすよ。うん。もう、成長が早すぎる、これ。とにかく。いや、参りましたね。さあ、次回、斎藤に行くのか、織田に行くのか、はたまた三好、なんてことも。次回もよろしくお願いいたします。またんご。